ダンティランがマケドニア兵を襲う図14世紀の写本トマス・ド・ケントのアレクサンドロス記よりオドント・ティラヌスまたはオドント・ティランノスはアレクサンドロス大王の一行がインドで野営中に襲われたという巨大な三角獣アレクサンドロスよりアリストテレスにあてたインドに関する書簡という文書に記述がありアレクサンドロスロマンスにも言及されているオドント・ティラヌスは ハの選手を意味する。ラテン語で保存されるアレクサンドロスよりの書簡によれば、頭は黒色の馬面で、額から三本の角を生やした、像を超えた巨大さの生物であった。火で脅しても応じず、マケドニア軍の二十六人を殺し、五十二人を戦闘不能にしたが、ついには狩猟用の槍で刺して仕留められた。インド現地人の間では、ハの選手という名で呼ばれていた。 ラテン語のアレクサンドロスキとして有名なものにユリウス・ワレリウスが表したマケドニア王アレクサンドロスの辞席があるがこのデリーではオドンとティラヌスの表記が見られるまたこの怪物を仕留めた後その死体を川から引き上げるのに300人を要したとも付記されているシリア役ニセカリステネスでは怪物には違った名称マシュケラトまたはマシュケラトが当てられるが 死傷者などの記述に差はない。アルメニア役、ニセ、カリステネスになると同じ怪物の名は一角獣とされており、同じ引き上げ労働に強いられた人数は1300人に増えている。エチオピアわけでは象に匹敵する大きさの怪物とされ、象下界の獅子の牙のようなものを生やしていた。名称は記されていない。腹を裂くと胃の内容物から、 サソリや牛ほどの大きさの巨魚が発見された。パラディオスチョ、ブラフマン列伝や、ゲオールギオスハマルトロスの変廉詞によれば、オドント・テュランノスは、水陸両生の食肉獣で、象を丸呑みできたという。コフランス語文学では、アレクサンドル・ドベルネーの、アレクサンドル物語に、ティラン、トマス・ドケントの、全騎手道物語に、ダンティラとして登場する。中英語、キング、 アリサンダーでは、ドゥティランスである。これが自然界に実在する、どの動物に該当するかの考察については、様々な意見がある。EA、ウォーリス・バッチ等は、ガンジス川流域に生息する、ワニ類だろうとし、怪物のシリア名は、ヒンドゥー神話の魔からの天下ではないかとした。あるいはクテシアスの、インド史に記された、長い一体の葉を持つ、肉食の虚虫。 スコレックスに由来するとも言われる。マカラ由来説やスコレックスの影響説は近年のグンダーソン等も支持している。他にも再由来説があるが、まるっきり伝説上の生物の可能性も否定できない。オドントティラヌスはあくまでギリシア語の医薬名であり、元来は葉の選手を意味するインド名である。19世紀、クリスティアン・ラッセンは 元のサンスクリット名を復元するならそれは、葉の主を意味する断定主バラであろうと主張した。これはダンタ、葉と、エスバラ、主からなる、複合語であるが、これは示される要例がない。ロジャーグーセンスはこれを否定し、元の語は、葉の主とも、爬虫類の主とも二重の意味を兼ねるドビジャラーチャであると、提唱した。ありがとうございます。